皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は小学校4年生の算数分数の仕組みを調べよう6時間目の内容です。教科書の229ページを開けましょう。教科書229ページの問題を考えてみましょう。大きい水筒に4分の5リットル。 小さい水筒に4分の2リットルのお茶が入っています。お茶は合わせて何リットルですかという問題です。答えは大体何リットルぐらいでしょうか ?1 リットルより多いでしょうか ?2 リットルより多いでしょうか少ないでしょうかここで動画を一時停止してノートに式を書きましょう。書けたら動画を再生しましょう。 式は書けましたか合わせて何リットルですかと聞かれているので足し算をすればよいですね。そうすると式は4分の5足す4分の2となりますね。書けたでしょうか分数同士の足し算は3年生でも学習しましたが、3年生の時との違いは何でしょうかそうですね。 仮分数の足しし算はやりませんでした。分数の時も計算できるのでしょうかそこで今日は仮分数の計算の仕方を考えましょうここで動画を一時停止してノートに目当てを書きましょう書けたら動画を再生しましょうさて4分の5足す4分の2は どのように計算すればよいでしょうか。教科書229ページには、ゆうとさんの考えが書かれています。ゆうとさんはどのように考えているのでしょうか。ここで動画を一時停止して、ゆうとさんの説明を考えて、ノートに説明を書いてみましょう。書けたら動画を再生しましょう。書けましたか。ゆうとさんは。 4分の5は何の何個分か元になる分数がいくつかを考えていますね。分かりましたか ?4 分の5は4分の1の5個分4分の2は4分の1の2個分と考えています。すると答えは元になる分数つまり4分の1の 5+2。2 つままりり7個分となりますよって答えは4分の7リットルとなります計算の仕方はわかりましたかでは答えは4分の7でよいのでしょうか仮分数を対分数の1と4分の3に直した方がよいのでしょうか答えは過分数でも 大分数でもどちらでも大丈夫です大分数の方がだいたい2リットルぐらいになるとおよその大きさがわかりやすくなりますねしかし、過分数でも大分数でもどちらで答えても構いませんでは、この問題を振り返ってみましょう過分数の計算の仕方は3年生で学習したときと比べると何か違いがありましたか そうですね。仮分数の計算の仕方も3年生で学習した新分数の時と同じように計算できますね。足し算は同じように計算できそうだと分かりましたが他の計算ではどうでしょうそこで次は引き算の問題を考えてみましょう。続いて教科書229ページ真ん中の「 さらに考考ええようう。の問題を考えてみましょう5分の7引く5分の3の計算の仕方はどうすればよいでしょうか引き算も足し算と同じように計算できるでしょうかここで動画を一時停止してノートに説明を書きましょう。書けたら動画を再生しましょう。説明が難しい場合は 優斗さんの考えを参考にして説明を考えてみましょう説明は書けましたか優斗さんの考えを参考にして同じように考えると5分の7は何の何個分なのか5分の3は何の何個分なのか元になる分数のいくつ分なのかをそれぞれ考えれば良いですねそうするとこのようになります 5分の7 7は5分の1の7個分5分分、分ののの1個3は5分の1の3個分だから答えは元になる分数5分の1の7-3で4個分つまり5分の4になる。このように説明できます。今日は仮分数の計算の仕方を学習しましたが2つの問題を振り返って何か気づいたことはありますかここで動画を一時停止して、 ノートに気づいたことを書いてみましょう書けたら動画を再生しましょうどんなことに気づきましたかそうですね仮分数の足し算や引き算は3年生で学習した分数の足し算や引き算と同じように計算できることがわかりましたね計算のポイントになることは何でしょうかそうですね 元になる分数のいくつ分なのかを考えることが大切ですねこれは大切なので動画を一時停止してノートにまとめましょう書けたら動画を再生しましょうそれでは教科書229ページの鉛筆1の問題に取り組んでみましょうここで動画を一時停止して ノートに問題を書きましょう。解き終わったら動画を再生して答えを確かめましょうできましたかでは確認しましょう。丸1 5分分ののたす9 6 9は9分の11または1と2 9分の223分の5たす 3分の8は3分の13または4と3分の1。3、7分の10足す7分の12は7分の22または3と7分の1。4、2分の11足す2分の7は2分の18なので9。

6分の15-6分の7は6分の8または1と6分の2。丸85分の14-5分の4は5分の10なので2。これも整数になるので答え方は一通りです。丸4や丸8など答えが整数になるときの答え方に注意しましょう。 鉛筆2の問題に挑戦する人は、丸 ① から ①8 のどの問題を選んで答えても構いませんが、ユートさんの考えの説明のように書けていれば大丈夫です。これで今回の動画を終わりにします。ノートに振り返りを書きましょう。